日本山口県宇部市床派床派は山口県宇部市の地名。現行行政町名は床派1丁目から床派6丁目。住居表示施行済み区域。郵便番号は755-0153。宇部市東部の佐伯地区に属する。中央部を流れる沢波川の河口には床派漁港が立地し、南側は巣尾に面する。北から東にかけて及び南西で、 大和再起派、西から北西にかけて、宇部線を境にして、今村南に接する。地内は、床派駅を中心に、商店や住宅が密集し、宇部市東部の市街地の中心をなしている。床派バイパス開通以前の旧国道195円線には、金融機関やスーパーマーケットが立地し、床派商店街を組織する商店街が置かれている。床派の名は、 江戸時代よりすでに見られていたもので、当時は現在の再起派が床派村と呼ばれていた。町村製市工事に尊名が再起派村となることで、床派の名前は地図上から一旦姿を消すもそれ以降も、郵便局など各種施設に床派の名が残り、再起派と床派の名前が共存していた。特に床派駅周辺一帯が床派地域と呼び習わされており、 2006年の住居表示により床派の町名が正式に復活したことになる。全域が大和再起派に所属していた。障子は以下の通り、ありがとうございます。